ディフェンス。なんだお前は。君が好きだと叫びたい。表面ギョロリ。というわけで、スラムダンクの街の元ネタになった街、湘南の湘南ギョロリサイドル。程よい甘、いや程よい酸味と甘みのスパークリングと湘南ギョロリエナジー。なるほどね。あと栄養ドリンクとサイダーってことね。サイダー飲んでこうね。ちょっと降ったから危ねえな。幻のフルーツっても呼ばれるキャナガワゴールデンの果実、周年ギョーリ。なるほどね。神奈川にはそういうのあんのか。いいね。うん、なんかね、酸味だ。喉越しにちょっと皮の酸味があって、あの甘じょっぱくておいしいよ。周年ギョーリいいなし。エナジーまで完備しとるんじゃ。あ、ちょっと跳ねた。リンク来ちゃうよ。あれ、ちょっとほんのりライトボーみたいな香りがしないでもない。うん、ほんのりライトボーな感じがしないでもない。うん、こんなこと言うならこっちの方が好きかな。じゃあ